はい、どうも皆さんお疲れ様でした。レッツダーボンを実況するワンダと巨像。今回は第4回目ですね。続きの方をプレイしていきたいなと思います。今ですね、4体目のボスを探しに行くところなんですけど、光がね、こっちに集まってるので、どうやらあの谷を抜けたとこかな、にいるっぽいので、そこに行ってみたいなと思います。なんかね、めちゃくちゃでかいけど、恐るるに足らないぞって。言われたんで、まあ大したことないでしょ。行ってみよう。ここを抜けた先なのかな。だいぶ谷というか、よいしょ、もう抜けた先だな。さあ行けアグロ。よいしょ、ここか。ムービーお墓みたいなとこがあるっつってたからね。こっち側かな。壁沿いからさっき降りれそうな道があったから、こっち側から行ってみよう。慎重にな。よし、でその巨像とやらはどこにいるんだい。よし、なんかお墓とかがあるっつってたから、これはあれなのかな、お墓の入り口なのかな。あれだね、なんだあれは、なんだ、なんか生き物っぽい形だね。あ、なんかキリン?まだな、ありゃ。まだ。背中が弱点だ。ああ、でっけえ。よし。とりあえず。どうするこれ。ここ入れるの？これなんか使えそうじゃね？ほら、じゃあな。下はさっき4方向でつながってたっぽいから、なってるね。でも乗れるところがあの黒いところだから今のうちに。よし、城をまくったぞ。アグル引っかかってる。引っかかってる。これ難しくない？これね、これ。一旦注意。よし。までは入ってこれまい。さあ問題はこっからだ。あれにどうやって捕まるかだよな。おかしな話だよ、あんな届かねえとこどうやって足元崩すんだよ。あの隙にアグロで飛んで届くかどうかだよね。
今のうちにあの背中に飛び乗れそうじゃない？行くぜ。おっダメでした。なんかアイディアはよかった気がする。やべ、また正面向いちゃった。こういう感じだろうな。無造を欺き背後へ回れ。やはりな、狙いはあれであってんのかな。よし、巨像に乗れるタイミングっていうのは結構ギミックを使うから、そのギミックをうまく使いながらだから、多分これで地下抜けて後ろを取り、あれは見失ってるね。見失ってるけど、その背後へ回れっつって、ここにちょっと誘導させるか。よし、これで反対側に来ちゃうんじゃないですか。完全に地下に入ってないとさっきの状態にならないのかな。こうして、来い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 、俺はここだぜ。よし、オッケーオッケー、分かってますって。乗るタイミングわかんないよね。とりあえずちょっと地下でおとなしくしてようぜ。あの目のマークがついてる限り見つかってる状態だから、登れなくね。ちょっと待って、あれに乗りたいわけです。おらよ、デカブス、俺はここだぜ。あばよ。よし。まあ、多分こうだろうな。ああ、多分こうすることによって背後取れるから、その隙に乗れと。
いや、分かってるって。その動作に入らないから。そこがな、なんとなく、あれですな。気になるところでは、あると。そういうことですわ。なるほど。うまい感じで後ろ取れねえかな。よし、これどう？おおお、どうどうどう、ここだ。あ、届かねあ、揺れます揺れます揺れます、あ、めちゃくちゃ揺れます。よしよし、やばいやばい、うん、くっ、ちょっと外した。勝て、せっかく乗れたんだ、このチャンス無駄にはしねえぜ。よし、よし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 、やばい、ここはもう弱点じゃねえな、別があるぞ。どこかに弱点が別にあるはず。くおお、危ない、頭のてっぺんとかか、じゃねえな、あそこか、難しい、あぶねえ、よし、ここだな、お前の弱点もらったぜ。あれ、ふう、ほら、あ、くそ、揺れんじゃねえ、うい、よし、やばいやばいやばい、一旦回復する、火力を回復して、あぶねえ、攻撃できるぞ。よし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 、いったんいったんね、よしよし、もらった、よし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 、
ほら、よし、あと一発だ。くらえ、この馬目。よっしゃー、やったぜ。いやー、これ乗るの大変だったよ、これ。やりましたー、やったぜ。うわー、またこの黒い悪いものが。これで4分の1が終わったのか。なんか全部で16体ぐらいいるらしいから、やっとだよ。乗るの大変だったよ、あれ。やったー。おお、やったぜ。どうしよう、アグロ。何か感じるものがあるのかい？なんだ？どうした？はい。霧深き湖に巨大な影を落とし、は、宙を舞うもの、水面を震わす巨大な翼、飛ぶの、そんなことある。はい、わかりました。はい、というわけで、ね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は第4回目、ここまでにしたいなと思います。次回はね、5体目、こちらのですね、やつを倒しに、行こうかなと思うので、楽しみにしておいてください。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。